あえて苦言を口にした、ソフトバンク和田剛投手が25日、ペ a ペ p ドーム内の球団事務所で契約公開を行い、22年目となる来期の契約書にサインをした。その後の取材の中で、球団との交渉の中で話したわけではないんですが、とした上で、取材の中で若隆へ痛烈な言葉を放った。和田、ユニフォームを変えても、和田は今季、 自身7年ぶりとなるシーズン100投球回をクリアし、8勝6敗で防御率3.24の成績を残し、先発ローテの一角を担った。勝ち星をはじめ先発登板数、20、奪三振、85もチームで2番目に多かった。来年2月の誕生日で43歳、この活躍には感服するしかないのだが、その反面、という思いを持つのは誰もが同じだ。 取材の中で、若い後輩たちへの思い、を問われた時だ。和田は、これは阪神に移籍した大竹が育成で入った時に言った言葉ですが、僕は育成選手はプロ野球選手ではないと思っている、と切り出した。さらに、少し厳しい言い方になりますが、と言葉を継いだ。1軍と同じ、ユニフォームを着てプレーをするのは贅沢だなと思う。 メジャーでは 3A とか 2A とかマイナー選手は違うユニフォームを着る。メジャーに上がらないとメジャーのユニフォームは着られない。日本では背番号3桁の育成選手でも同じチーム名を背負って同じユニフォームを着られる。日米の違いはあるにせよ、それを認識して日々を過ごしているのかなって疑問に思うことがたくさんある。ユニフォームを変えてもいいんじゃないかなと思うぐらいです。 育成選手の這い上がる覚悟。どれくらいの気持ちで入ってきたのかは人ぞれぞれだけど、ちょっと甘いかな。這い上がりたいという気持ちが見えるのは中田、圭介、選手くらい。僕の目に入るだけなので見落としているかもしれないけど、自分は米国時代にマイナープレーもした。彼らのハングリーさも見ている。それと比べると甘いかなと思うんです。普段はうるさ型のベテランではない。 その和田がここまではっきりと物申すのは珍しいことだった。このオフ、同様の声を上げたのは和田だけではなかった。牧原大成は以前から警鐘を鳴らしており、先日の契約公開後の取材でも厳しい言葉を発した。今年の夏、リハビリのため筑後で調整した際に、育成の選手がすごく多かった。伝えられる範囲で、 こういうところを頑張ったらいいんじゃないのかという話をしました。技術のことじゃない。それよりも君たちは育成だよ。自覚を持たないと終わってしまうよ。と。牧原大は育成ドラフトでプロ入り。同期育成ドラフト4位に千賀滉大、幻滅。育成5位に牧原大、そして育成6位が甲斐拓也だった。ファーム施設は筑後移転前のがんの巣、サイト崎時代。 今ほど充実したもの,ではなかった今の子たちはチームで決められた時間の中でしか練習をしていない。チームで決められた練習を育成選手が同じようにやっても絶対に超えられない。それにプロ野球に入っていろんなブランドものを身につけたりとかは稼いでからでもできるじゃないですか。お金を持てれば楽しいこともできるし、欲しいものも買える。 今は我慢して野球をやるのもいいんじゃないのっていう話はしました。ソフトバンクは今年から旧開発の試軍生を導入。これまで数々の育成出身スターを輩出したシステムの拡充と強化を狙ったが、今年54人の育成選手が在籍した中で支配下登録を勝ち取ったのは木村光、一軍当番なしの一人のみだった。もちろん、 たった1年で4軍勢の是非を問えるものではないだがしかしソフトバンクの育成選手たちの目に輝きがないように映るそれは筆者もたびたび指摘をしてきた今期については春季キャンプの時点で支配士も67名と残り枠はこの時点で3つしかなくその上6月にはデスパイネを再獲得 登録期限直前の7月にはリリーフ左腕のヘルナンデスも入団してきたため前述の木村光を支配下登録しただけで70人が埋まってしまったのだ同じわだちは踏まないソフトバンクはこのオフはチーム編成の大きなメスを入れた主力を担ってきた森唯人や加山慎也神林誠を自由契約にし1対2のトレードも完行 外国人選手を含む17人が退団した支配下のみ、現役ドラフトその後育成再契約も含む。一方で支配下入団はドラフトを含めて10人。現時点では支配士も63人。今後まだ補強の可能性はある。一方で山川獲得の人的保障で流出の可能性も。が まずは23年シーズンより余裕を持たせて来春のキャンプに入っていくことになりそうだ。球団は施設面などのハードに加えてソフトの部分も整えてきている。先輩たちの声も若隆に届いているはずだ。もう言い訳はできない。24年シーズンこそ新たな育成の星が誕生するか注目したい。写真は全て筆者撮影。